お題は学び方でよろしいでしょうか。はい。なんかそれは教える立場ならではの あれですかね。まああと浜田さんが興味がある分野っていうのはありますよね。うん、でもなんか、まあ、自由にお話しください。今度は僕がちょっと割と黙ってます。聞き役になります。まず最初に、うん、ちょっと変な話かもしれないですけど、うんうん、自分がこう好きだなというか、うん、この先生に習いたいと思う先生に習った方が、うん、お互いウィンウィンっていうか、うん、お互いいいと思うんですよ。なんかこの先生第一印象で本当は好きじゃないのに、その先生に習うと何か得られる。例えばプロフィールに一段足せるとか、なんかそういう感情で習っても、そもそもの自分のマインドがそこにあるので、なんかその先生から得られるものってすごい少ないんじゃないかなって思いませんか。そうですね。実際はやっぱりいるのかな、そういう方も、うん、もしかしたら、うんうん、なんか勇気を持って習わないっていう選択もあるし、うん、でも逆になんかその先生が何を教えられてるのかよく理解できないけど、何かその先生のことがすごく好きとか、好きっていうのは変な感情じゃなくて、うん、こう魅力を感じるとか、うん、何か真実のことをおっしゃってる気がするっていう気がしたら、そこは飛び込むべきかなと思いますよね。うんうん、なんか私も最初耳がすごい開いてたわけじゃないので、うん、こう具体的にどんなテクニックを使ってるのかも分からなかったんですけど、うん、でも なんかいい気がするっていうのはすごいあったんですよね。うん、何か真実のことをおっしゃってるんじゃないかっていうような気がした。はい、そうですね。だからそういう感みたいなのはまず第一に大切にしたらいいんじゃないかな。うん、そう思いますよね。うん、感、うん、そういう意味ではやっぱりその私が小野先生に習いに、結構すごい昔ですけど、もう何年経ちますもう20年とか、あ、そんなにやってるんだ。かなり古株になってしまいましたけど、はい、やっぱりそのそれまではなんていうのかな、この曲を弾くと、なんていうの、まあ、本当にざっくり言うと、この試験 でこういう曲を弾いた方がいいとか、こういう時に弾くのにこういう曲は不利だからやめといた方がいいとか、まあ、そういう、まあね、価値観、昔で学生さんとかね、うん、ほらそういうこととか、あとさ、例えばこの曲私に合ってますかとかね、合ってるとか合ってないとかって、本当は それってなんだよってこっちからしてみると思うんだけど、そういう発想の人っているよね。うん、若いですね。うん、だからそれがまあ若いなりに自分の中でちょっと苦しかったんですよね。うん、だけど結局御先生のところに来たら、その、うん、まあもちろん若い時はそういういろんなものと切り離せない部分もあるんですけど、うんうん、この曲ってこんなすごいだよとか、すごいと思わないみたいな、例えばシューベルトの魅力、そこまでみんなが弾かないような曲でも、これすごくないとか、このハーモニー来た時なんでこうなんだろうねみたいなことを、まあレッスンで言われたりお話ししたりすることがあった。でそういうことは今まではもう全くなくて、これはそれまではね、そうですね、それまでの奈良パナラッツ先生というか、だからその損とか感情って言ってもあれですけど、まあ、これを弾くと有利だよとか、あとまあまあそういう特に昔の先生多いよね。試験に向く曲向かない曲みたいなね、うん、この曲にしなさいとかね、うん、
だからそういうものを単純にこうコミュニケーションできるのがすごく新鮮だったと。ああそうかそうか、そもそもコミュニケーションがね昔の先生は取れないもんね。そうそうそう、だからすごい嬉しかったっていうのもありますね。そのそもそもそういうことをやりたいから自分はやってるわけだし、うん、っていうのはすごく思いましたね。どうですか。そうですね最初から割と響きは聞き分けられてました。いや聞こえなかった、ね、なんか違うのは分かったんだけど、うんうんうん、ちょっとやっぱりそれまでの本当にガチガチのあれできたので、うん、こんなことやっていいのかなっていう感じはあったかな、うん、確かにありなのかなとは思ったけど、うん、ただその自分が、まあ、そんなにたくさんじゃないけど海外に行った時に、うん、ちょっと口で説明するのは難しいけど、その日本でいいとされているものとなんか違うなっていうのは漠然と感じてて、それに近いようなものをなんか感じた、うん、日本ではどうかわからないけど海外ではこれ割とあるよねっていう感覚。うん、あでもそういうふうにね思ってくれたんだとしたらね、うん、僕としてはね嬉しいというかいや僕は前のね、うん、誰かのレッスンに行ってるけどね、このレッスン室ね東京のど真ん中にあるけど東京じゃないようなつもりで、うん、この部屋に入ると、うんうん、なんか時間の流れ方とかね、うん、感覚が、うん、もうどこでもいいんだけど、まあ、僕なんか特に好きなスペインとかね、うん、もうほんと時間の流れ方がゆっくりだから、うん、一日がすごく長く感じるような、うんうん、そういう感覚でこうこの部屋にはだけいる時だけなんかあるかな、感覚的に、うんうん、だからそれをやっぱりこう何 か感じと一緒に共有してくれたっていうか感じ取ってくれたんだろうね、その演奏なんかもね、うんうん、そうですね、うん、なんかさその別にその住まなくてもいいんだけどその、まあ、住むと大変だからね、ヨーロッパなんかね、ヨーロッパに諸外国はね、だけどやっぱりそのいろんなことがさ、うん、その例えば演奏するだけでも、何かこう違うよね、うん、空気感というか、そうですね、うん、最初の濱田さんの話からどんどんそれてるけど、うん、でもヨーロッパ行くと感じない？そうですね、うん、まあ話を戻すと、うん、そう最初の段階って誰でも、ね、うん、誰でも、うん、なんかいいっていうのは分かるけど、うん、こう確固たるものが自分の中にないっていうか、うん、なんか私いつもなんか部屋に例えるんですけど、うん、なんかいい響きと分かる部屋に、うん、まあいるがあるとして、でそれをよく聞き分けられない部屋にいたと思うんですよ、うん、でだけどなんか曇りガラスかなんかであっちは良さそうみたいなのが分かる、うん、でそこからあっちに分かりたいと思いながらまあいろんな経験したり、うん、それこそ音楽以外のことを学んだり、うん、読んだりしてるうちになんか徐々に扉がこう隣の部屋への扉がこう開いていくような感覚になるんですよね、うんうん、で、あなんかいい響きってこうかなっていう本当に雲をつかむような、うん、なんていうんでしょう、作業だと思うんですよね、うんうん、だからなんかいいなって思ったものには飛び込んでほしいし、その感性の扉って言えばいいんですかね、うん、ピアノだけやってても開かないなっていうのは感じませんか、うん、そうですねピアノと向き合ってるからってこう開くものじゃないっていう、そうですね、やっぱりその響きの部屋っていう言い方であれなのかわかんないですけど、それ聞いてて思ったのは結局その曇りガラスから見ててこっちに
ちょっと来てみようかなって思ったのは、まあ、自分が変わったからっていうのもあるんじゃないですか。だから学ぶっていうのはどっかでやっぱあなんか自分は変わったんだなって思う、うん、それいい悪いっていうよりかは、うん、変わったんだな、うん、だからそれ聞いてると思うのはそのね、そもそもね学ぶっていうかね、うん、まあその、うん、まあ学ぶって言葉であえて言うとすると今までね僕1000人ぐらい出会ってるけど、うん、本当にね数回で終わっちゃう人っているんだよね中にはね、うん、でそういう人ってあのね僕から言わせるとね、学ぶってことの基本が実は分かってない人が多い、うんうん、なんか何をもって学ぶって人によって違うと思うんだけど僕から言わせればね分かってないんじゃないかなって学ぶっていうこと、そういう経験ない逆に教えててそういうことを感じる人、うんうん、別にね先生の言うことすべて聞けっていうことじゃないし、うん、すごく難しいんだけど、うんうん、なんだろうな、だから例えばこうレッスン受けに来てもこの人は学びに来てんじゃないよねってなんか感じる、不思議と感じる時がある人によって、うん、なんかこう一回のレッスンで何かを得るみたいなことではないですからね、その積み重ねていく中でなんかこうグラデーション的に自分が変化していくっていうところがあるので、うん、なんかこうすごく効率的に何かを得ようと思うとちょっと難しいかもしれないですね、学ぶっていうことが、うん、やっぱりコミュニケーションが重要ですよね、その学ぶっていうのがなんていうか自分が得たいっていうものだけになっちゃうと結局ギブアンドテイクみたいな感じにはならないので、もうもらうだけで終わりみたいな感じだと、うん、まあちょっと違ってくるかなっていう感じはありますけどね、ちょっと、うん、まあ難しいですけどね、うんうん、だからなんだろうな、自分の学生時代ね学ぶ立場だった時に今から振り返ってみると、うん、そのいろんな時期があってね、自分自身も偉そうなことは言えないんだけど本当に学びに行ってたのかなって今から思うと、思ってしまう、思い出すと、うん、そんな時もあったような気がする。そうすると、うん、なんかその時に教えていただいてた先生に対しては失礼したなぁなんてね、うん、さぞかし教えづらかっただろうなぁとかね、うん、昔を振り返るとね、うんうん、思ったりとかね、うん、だから、うん、そうね、まあもちろん僕がやっぱり今教える立場になってどういう方でも一応ねいろんなものか正直感じるけど、その方によって、感じるけれども一応、まあ、仕事としてねそれは、うん、やっぱり教えるっていう、まあ便宜上教えるってことは使うけど、うん、まあ、うん、あんま本当は好きな言葉じゃないんだけど、うんうん、何をもって教えるっていうあれも違うから、うんうん、だけど、まあ、一応言うことは言うよね、うんうん、だけど難しいところだよね、うんうん、だからそういうことに例えば先生からそう思われてるっていうどう思われてるのかなとかって、うん、この人は考えてるのかなってね思っちゃう場合もあるしね、うんうんうん、もう本当に なんか違うよねその生徒さんによってね。そうですね、うんうん、学ぶっていうことに、うん、あとまあとはいえその謙虚さってすごい大事だと思うんですけど、うん、いつまでもこう自己卑下みたいなものを持ちながら学ぶと得られるものも得られないかなと思ったりもして、うん、いつまでもできないできない難しい難しいって言い続けてもなかなか
こう教えていただいてもそれを吸収するのが難しいかなと思うので、なんか純粋にああなりたいとかこうなりたいとかできるようになりたいっていう気持ちがあれば、まあ結構いいんじゃないかなって。そうですね、まあ頭がある程度こう柔らかい状態になっているっていうのは大事ですよね。その学ぶってなった時にカチコチになってるとやっぱなかなか難しいかなとは思いますし、あとはこう、あ、この先生は自分のことを考えてこう言ってくれてるんだなってやっぱ感じる時があるっていうのも大きいですよね。それが、あえて厳しいことでもそうだし、逆になんていうのか、そのダメ出しばっかりじゃなくて、こんないいところが君はあるよみたいな、そういうこととかも自分ではなかなか気がつかなかったり、いやいや自分はみたいな思うこととかもあるし、そういうふうに、なんていうか、まあ若い時はなかなか難しいかもしれないんですけど、ある程度経験を重ねていくと、あ、そういうふうにこう自分のためを思って言ってくれてるんだなって思う時があって、そういうこうなると、なんかこう自分の学び方っていうのは変わっていったような気がする経験なんですけど。それって心理学的にどういうことなんですかね、浜田さん得意分野。いやーちょっとわかんないですけど、そのさっき頭を柔らかくっておっしゃいましたけど、本当前提はそこすごい大事だと思います。なんか同じ時間同じ回数レッスンに通っても、その前提がある人とない人で習得のスピードって正直すごい変わると思うんですよね。まあ習得が早いからいいっていうわけじゃないですけども、だからさ、すごいこれお叱り受けるようなことをあえて僕は発言させていただきますね。結局ね、勉強ができるから頭がいいんじゃないと僕は思ってる人なんですよ。やっぱね、人としてどう生きるべきかってことをちゃんと見つめて分かってる人が、まあ、あえて言葉にすればそういう人が僕は頭がいい人だなって思う。だからそういう人が、そのやっぱ伸びていくと思うし、っていうのは思うかな。だからね、一般にまあ勉強をね、子供なんか勉強ができるっていうことが単純に頭がいいみたいに思っちゃう子供の時は思うよね。だけどやっぱそうじゃないんだよねって世の中はって思うようになるよね。でもさ、多くの、子育てをしてるお母さん方はどっちかっていうとそういう傾向のある方もいらっしゃるよね一般的に、一般論として。まあきっと分かってるんだろうけど、一生懸命なりすぎちゃって見えなくなっちゃってるのかなっていうのは思うよね。だから、なんでそんな話になった、学び方、学び方ね、だからやっぱり、じゃあ最後にまとめで、学び方としてこうあるべきだっていう、なんかこう、改めて整理すると、言えることなんだろう。まあそうです、時間をかける覚悟を持つっていうのも大事ですよね。なんかでその先生から何か得る損得感情でっていう気持ちを持ってずっと逆に何も得られないかなっていうのを思いますよね。そうですね。それはでもあれだよね。生き方そのもの
うん、それこそあのほら損して得取れって言葉があるけど、あの損をしないように損をしないようにと思って生きてる人って実は損してるんだよね。そうです、ね、そういう人に限ってね、いやいやいやそんなことないよって、別に損したっていいんだよって思ってる人の方が実は得してるっていうか、損と得って言葉を使うとすれば、人生ってそんなもんだよね。だから学ぶことだけに限ったことではなくて、いやすごい大事なことだ、すごい大事なことだね。そんなところですかね、まあね、皆さんもこれを見て改めて自分はどうなのかってね、習ってる方はね思ってくださると、先生方はこんなことを考えてますとかねもしかしたら言えるのかもしれない、そんなところですかね、はい。